失礼、です、えー、と本日はもう一発ということになりますねこの鞘師里穂ちゃんのインスタ解説記念動画昨日の5月1日にあげたんですけどももう今日早速高橋愛ちゃんとインスタライブをやるねそんな鞘師なんてのが昼間に見えましたけどここにコメントね僕の動画でごめんね僕の動画にコメントくれた方にお返しするというのを。 ちょっと速攻でやっておこうというふうに思いました他の動画にもコメントくれた方々明日お返しするんでそれも付き合ってやってください国をチャンネルぜひチャンネル登録ご協力いただけますとちょっといい感じでやれるんでお願いしますじゃあ早速コメント返信いっちゃいましょうえっ、ー、とちょっと長くなるかもしれないんだけどいろんな返信動画はラジオである感覚であったり歴史時代いろんな形引用しながらお届けしていきたいと思ってますんで 飽きが来ない流れを目指しております。じゃあ付き合ってください。行きましょう。えっとね、最高級ラブドールさん。ありがとうございます。面白い。一言。嬉しい。<laughs> ありがとうございます。またよろしくお願いしますね。では続いて、0805U さん。 えー、昔のさやしは100%を心がけてのパフォーマンスとして私の見た感じではひなフェスさやしは120%のうち80%ぐらいの力でパフォーしていた印象です歌割り終わりのはにかんだ表情が印象的で髪の毛振り回さない抑えた演技で余裕を出しつつステージの風景を楽しんでたおこの断片をポッと言ってくれてる感じですね ヒナフェスはこれ去年だよね去年の感じだとこう抑制して見えたんだったら勝ちだな気がするなんか彼女今日のインスタライブ見たからってわけじゃないけどすげえ緊張緊張が出ちゃう人なんですよねでもヒナフェスあれ緊張感なかったです見えなかったですよねあったんだろうけどだからこの80%ぐらいに見えたっていうことなんでしょうね だとしたら、これ、あれですよ。ものすげえ才能っすよ。だって、緊張してるように見えないようにできちゃう。むしろそれが余裕でやってるように見えるってことだから、本人言わなきゃいいんだけど、まあ、言っちゃってるあの、可愛さってところが魅力だったり、ここ難しいですね。うん。でも、わかります。ありがとうございました。じゃあ、続いて、佐藤さん。えー、っと、ありがとうございますね。加入当時のこと全く知らない新規のハロファンなので、こういう動画ありがたいです。 いいいやいらっしゃいませですよ、えっとね、新規のハローファンって実は結構僕もコメントくれたりお会いしてるんですね最近最近お会いしてんのかって言うかもしれないけどネット上がほとんどです <laughs> うちでもいいんだけどねで、えー、とどういう風な気持ちになって僕は見ていたり聞いたお話聞いてるかっていうと変わんないっすよそんなにあの古い人が偉いっていうのはまずなくて 前何個か前からの動画で言ったかもしれないですけどあの結果あなくなっちゃったなって感じなんですよもうすげえこの今後私はハロプロタオドをずっと行くなんていう風に思ったやつじゃないんで何て言うのかねあの僕が知らないことを教わることも多いでしょうしという風なことが言いたかったですね一緒になんかハロは魅力あるんでこういうのを共有していく楽しみなんてのを今後続けていければと思っております引き続きよろしくお願いします じゃあ次行きましょうかえー、っとねこれやり取りしてるのに横やりするみたいになっちゃうやつなんですけどえー、っと、えー、これ多分ミスターマーズ1999ってことなんでしょうねさんですありがとうございますえー、っとベイメータサポメンからさやしさんを知りハロプロ時代やモー娘。の各時代をいろいろと掘ってここに追いつきました、えー、黄金期はレジェンドプラチナ期は実力派そしてさやしは モー娘。の歴史上では絶対的エースだと認識していますリーダーではなく真のエース腕利きの侍のようにも見えましたモー娘。時代のフォーメーションダンスは彼女のポテンシャルや表現力の実力や個性を出せないジレンマがあったのかなと勝手に推測推察していました、えー、他面の数年先数段上を常に目指していたようにも受け取れます見受けられます エンタメが縮小しているこんな時期でこの先どのような活躍を見せてくれるのかまだ時期も方向性も分かりませんが期待してしまいますありがとうございますうんとねベビーメタサポメンから知ったってことは去年ですよねまだ1年経ってないような感じなのかなちょっともう鼻,鼻がねでモーニング娘。行くっていうと 簡単に見えてつながりにくい人と、まあ、音楽全般柔軟に取れててしっっっかかり入れれる人とっていうのはやっぱ2つ分かりますよねどんな音楽この Mr.MARS1999 さんが聴いていらっしゃたか分かんないですけどなんかデビッド・ボーイとかプリンスとか感じる名前だけど <laughs> あのどういう風な感じか分からないけど今の音楽シーンのどうこってのは関係なく聴けるのが多分ハロプロもベビーメタルも両方だと思うんですよ。 まあ理由は突出しした才能とというところにフォーカスしがちで意外とメロディーっていうところはまあ僕が日本人だからそう思うのかもしれないけど日本人に両方聞きやすいっすいよねなんかそう捉えてますそれが結果的に世界中いろんなファンとコミュニケーションを取ることが多いのでい言って話すると世界言語になってるようなまあ分母が狭いかもしれないが錯覚なのかもしれないですけどね。 でもそういうシーンが少なからずあるんでなんかその才能は両方ベビーメタルもモーニング娘。も共有してるのかななんていうふうなことは思ったりしますね。うん。エンタメが縮小している。ねこれだよな。ここはねなんか抵抗してやろうと思ってんだけどあのー、あれですよ。ここで言うべきかどうかわかんないけどこの間。 ラウンジネオを閉店したんですけどラウンジネオさん渋谷のね、えー、クラブですよね何回も使用させてもらってたんでねあそこグループ全部一緒なんですよでエイジア残すために全部切ったんでしょうねじゃあエイジアとビルが違うからあのビルごともねどう戻していくのかわかんないけどっていう話で何が痛かったかというとエンタメ縮小していくっていうことに本当はしちゃいけないんですよねだけど うんこういう状況にライブハウスとかクラブが今までなったことがないからあの対処法にする意味では令和2年が元年なんですよねでリモートにしてって言ってもライブハウス行ってるやつでリモート楽しみたいわけじゃないんだよねだからその先のところの何かで大きい旅をしてライブハウスクラブでまた会いましょうっていうところにする仕組みとお金回りと 実際の仕事とっていうのをやっていかないといつまでかかるか分かりませんからこれは厳密な、えー、具体的な対処にならないというような感じな気がします、まあ、またこういう話もクニオチャンネルは届けていきたいと思ってますんで引き続きお願いしますありがとうございますじゃあ続いていきましょうえー、っとこれね長文来てくれたので内容多分 僕と近いところ見れてるような気がして嬉しくてちょっとこれにお返ししようと思って撮った節もあります他の方々も素晴らしいんだけどこれは今話しておきたいというふうに思ったので皆さんちょっと付き合ってえっ、ー、と HM さん、えー、呼びますよちょっと長いですよ、えー、とベイメタ経由で最初を知ったものですがベイメタってフロントメンバーバンド演出などあらゆる分野のすご腕プロを集めた日本選抜的なところがあって基本スキル至上主義なんですよねまあミーズ利で 今回は一人中学生をねじ込みましたけど基本サポートメンバーは全てアミューズ以外の事務所あるいはフリーのプロしか起用されてないんですだからさやしさんもンバンドのように神ダンスあ失礼ダンスの神として招かれたわけですけど僕は彼女が新メンバーになってほしかったんですよね現メンバーの2人は年齢キャリアのつり合いも取れてて歌えて踊れておそらく英語でインタビューにも答えられる。 これ全て現在のビイメタルメンバーの必須事項だと思うので彼女ほど条件を満たしている人は今後現れないんだろうなぁとまあベイメタルに加入すると日本のトイズアミューズだけでなく米国の大手事務所のウィリアム・モリス 5B マネジメント欧州のレーベルライブネーションなどとも契約するってことではっきり言っていきなり世界的なスターになるんですよね日本では相変わらず色物バンド扱いですけど笑 まあベイメタはメインボーカルは決まってますがダンサーが2人で歌う楽曲もありますしサエシさんは歌唱力が十分活かされるし今後バンドとしての発展を考えたら彼女にはぜひ新メンバーになってほしかったんですよちなみにベイメタの1時間ほどのステージパフォーマンスのギャラの相場は約2000から3000万円米国のブッキングエージェントがサイトで公表している額ですけどもしあのバンドを呼びたいならそれくらい必要ですよっていう目安ですね 世界的には中堅バンドのレベルって感じの評価ですけどでもここで過去値段がついているアーティストを世界的にはいわゆる売れてるアーティストというわけです日本のアーティストではこのサイトに名前が載り世界基準で値段がついているのは坂本龍一や x ジャパンとかワンオフとワンオフとか本当数えるぐらいしかいませんし B メタは中堅バンドからさらなる高みへと新たな階段を上がっていく上で あなたの階段を上がっていく最中であってだからもしさやしさんが入ってくれたら必ず大きな力になったと思うのでその可能性がほぼなくなった今ものすごく残念なんですよね。容姿とかで騒いでる人は別ですけど草 <laughs> 音楽重視スキル重視パフォーマンス重視でヘビメーター失礼ベビメーターを見てる人なんかは僕と同じように今回の件 かっこ B、メタルメンバーは SNS をやらないので「かっこ閉じ」を残念に思っている方も少なくないと思います。ありがとうございます。これねえー、となぜ近い距離に見えたかというとエージェントの感覚というのとワールドツアー日本のバンドというところで他の、うん、日本人で挑戦しているミュージシャンというのを例えに出してくれていた。 えとそれと残念がっているところがすごくベリメタファンサイトっていうところが分かっていてあ僕もあそういえばっていう発見があったんでこれをお話お届けしたい,お届,けたいだってお届けしたいと思いましたじゃあちょっと余裕点かいつまんで返していきますねえっ、ー、と僕ねこの「日本選抜」って最初言ってるじゃないでこれっていわゆるアミューズ的な人たちが意識してやったかどうかっていうところで言うと 最初期はは違ったはずなんですよだけどことのほかだって差額のさ何て言うの重音部じゃないですかこれ部活設定だったんですよねベビーメータってでそこであ当たっちゃったっていう感じだったはずなんですよそれでなんかそこから準備して物語をより濃く深くしてそれでベビーメータのワールドツアーっていうところに対処していったそんなイメージですよで大当たりですよね でこれでにあのバンドメンバーは確かにその道のプロフェッショナルだったんですよね。でバンドの音でヘビメタのファン層に刺さり日本のかわいいとかというところと融合っていうのが折りしもというか結果的にそうなったわけですよねで。ただコンセプトがジャストだったんですよね。なので日本選抜になりました結果。でそこに小林梨穂が入ってるっていうふうな感覚で選んでくれてるのがま,まず僕嬉しいんですけど。 これがねベビメタサイドからのベビメタファンサイドからの見方っていうところにつながると思うんですね。こうするとモーニングで復活しちゃうってことはあモーニング復活してないんだけどハロプロの方でこれ何つかローリングしていくってことですよね。ってことはあベビメタでは腰すげえねえんだっていうふうに思っちまったってことなんのかなと思うんですよ。僕これまだ まだシーソーだと思うんですよねそれはあのスーメタルとあ要は広島アクターズスクールで同級生だった吉見で入った説もあるしただ単純に混ざりが良かったのもあるかもしれないけど僕はもう一個プラスで鞘師戦略っていうのが自分の中にあるんじゃないのかなと思っている派なんですよだけど今日のインスタライブなんか見てると なんかとてもじゃないけどそういう準備してタレントを鞘師里ホで行くぜっていうような気合いは感じられなかったですよね。そこかわいいところがあるからまだまあまだ子供っていうような感覚で周囲の大人は取られてるのかもしれないですね。で誰かがこう背中を押していく中で今の現場のファン側の待望論というところと調整どうしていくかなっていうのがまだ決まってないっていう印象を受けました。 なのでこれハローオタの方もベビーメタオタの方も両方がこのおいさやしさんってなってるっていうのが伝わってきたそんな文章ですよでこれ中間のところじゃあいきますねえっ、ー、とねこの米国大手の、ね、ウ,ィウィリアム・モリス、ね、5B マネージメントこう挙げていただいてますけどうーんとこの 要はエージェント直系のところになると思うんですけどこれ考えていってやれるんだったら本拠地向こうなはずなんですよ。日本で何かやろうってならないはずなんですね。もうマーケでこの2000万3000万ぐらいっていうのは当時僕2006年ぐらいですかのヨーロッパツアーでよ要はフランス人が。 ルナーシーとかビジュアル系を呼ぼうとしてた時の額の相場高校なんですよ。でこれは多分知ってる人は知ってると思うけどラルクアンシエルハイドさんがあの2000万はないとやらないって断ったんですね。でハイドさんは頭がいいから2007年ぐらいの時点でもあのこの世界相場中級それでも中級なんですよね。でその相場知ってたんですよ。でこういう ののがああるんですあの僕ジャパンエキスポというイベントとかでフランスのそのイベントをやり取りするやつともコミュニケーション取ったのとあと日本にいるフランス人がそのルナシーとかやってた子たちだったんだけどそいつらが僕のイベント遊びきてたんでそれでまあね街でもあったりお前何してんだなってなってくとまあそのフランス人コミュニティみたいなところでいろいろつながってたところがあってまあ知れたっていう話ですよ。 でこの金額はまさに合ってたからさすがと思いました、ね、でもそこに入っていってるのはこれまだ「モーニング娘。」はそこじゃないんですよね先ほど,おど「おかえちゃん」動画ってあげたんですけどキュートのおかえちゃんキュートも僕ねあのオーガナイザーのやつヨーロッパのやつとあとメキシコでやってるやつももう狭い先なんです知り合いになっちゃうんですよ それでだいたい何本か知ってんだけどここまでじゃないですもんハローとかアップフロートっていうのはその契約モーニング娘。でこの水準行きたいっていうのを今やってるタイミングなんですよでもそれがうまくいかないんですよね多分多分っつってももうもうわこんなちょっと知ってりわかんないじゃないですかそですね, <laughs> ねそういうことなんですよねだからまあもしこの HM さんですか くこの辺のことをご存知だったりしたらちょっとうまいパズルとかで僕らの知り合いつなげてったら何かいい答え出るかもしれないですよ。あとはもう大人がやることです。お前も大人だってまたピロになっちゃったこれごめんね俺いつもねこれってならないんですようにするの忘れね何が言いたかったかというと結構こういうつながりでもいろんな人見てるじゃないですか。自分ならこうするああする重ねたら俺はファンの立場でやりたい人なんですけど。 ファンパーーティーとかやりたいけどねでも見る側の立場でいたいんだけどもし目の利いている腕のある皆さんが集まったらニュージェネレーションというところでは変わってくるのかななんて思ってるの今のタイミングスす。ねじゃあもうこれもう一個最後あの付き合いたい付き合いたいやつ偉そうだなあの回答したいところお話したいと思ってます。えっとねねこのね 音楽重視パワースキル重視パフォーマンス重視でベイメタを見てる人っていう風に指摘されてて僕ベビメタナイトっていうのも実は何回かやってるんですよで、えー、2013年の,あのフランスのラシーガールの時なんていうのは僕取材に入ってるんですねであれレポート書きましたよあれどこで書いたんだっけなお天才かヤフーニュースかどっちかだったんだけどちょっと忘れちゃったな <laughs> ぬるいでしょそこそう,そういうやつではあるんですけど で東京でやったのよ何て言うのかな音楽性コミュニケーション取ってるんで音楽性重視な人もいるしアイドルファンも入っててすげえ面白いんですけどそこハロータと似てますよハロータも音楽性重視で聴いてる人結構いるんでなんかお話ししたいなと思いましたでここ重要なのはあの世界戦略っていうところでいけるメンバーっていうのを僕らファンでももう分かってるってことじゃないですかで世界中のファンとやつらも みんな実は分かってるんですよ。だからこれ、ジャパンが最初の言ってくれましたね。ジャパンがやることなのか、事務所がやることなのかの足並みが揃ってないです。これで韓国と負けちゃう。K-POP は国のお金でドーンと1998年からね。鞘師に日の生まれた年ですよ。1998年から韓国は国の力で。あれ、K、K-POP というのはみんなあれですから。コービーみたいなもんなんで。国からお金もらってるから。 でそれで巨額の投資をしていてなんつうか、うん、い一緒に国と一緒になんていうのかなお金を稼げ稼いでるわけですよそれでまずいとこもあるんだけどでも日本の場合は分母の人口が1億人以上いるから経済的なマーケット国内でかなえられるはずなんで本当は外国は投資しちゃいんですよね <laughs> うっさいね俺ね <laughs> でもねこういうい話あの 国内だと通じないんですけど外国人結構みんなしてるんですよだからそういうワードを僕共有していってなんかファンのつながりだけでもやれる世界って今来てるんでできたら面白いななんて思いましたまあそんな感じですちょっと長くなりましたけどまた他の動画の回答そしてこの動画内での回答も引き続き、えー、何かしらの機会でやっていきたいと思いますんで引き続きでうるせえな俺も同じことディスカッションしていきましょうそしてチャンネル登録もお願いします じゃあそんな感じで素敵なサタデーナイトを一緒に過ごしていきましょう。また会いましょう。